ようこそ硬質ラボへ。先日9月27日に産経新聞の一面に掲載された自民党の萩生田政調会長とのインタビュー内容が永田町で大きな関心を集めております。インタビューで萩生田政調会長は安定的な皇位継承策に関する党内の議論を心からの責任感を持って丁寧に進めるというお考えを公にいたしました。さらにおっしゃることには私の指導のもと適切な受け皿を整える必要がある、いや政調会長としての再任に際して岸田首相とともに皇位継承策の議論を深めていくとの情報を提供してくださっています。一体どういったことなのでしょうか。ぜひ最後までご覧ください。9月27日産経新聞の一面で取り上げられた自民党の萩生田政調会長とのインタビューは永田町で大きな注目を浴びております。しかし受け皿を作るという言葉にはすでに存在する皇室問題等についての懇談会という議論の場への言及が感じられます。確かに懇談会は立ち上げられてから実際の開催はありませんが、すでにその枠組みは確立されております。萩生田氏の言葉の背後にある真意が何であるか興味を持たれる方が多くいらっしゃると聞いております。上皇様のご退位を受けて政府の有識者会議が2021年12月に最終報告書をまとめ、翌年に国会へと提出されました。この報告書を受けて2022年1月に自民党内でさらに議論を深めるべく立ち上げられたのが皇室問題等についての懇談会であり、麻生副総裁が座長を、茂木幹事長が座長代理としてついています。懇談会には党役員会の尊敬するメンバーも参加しており、初回の会合には高市経済安全保障担当相が当時の政調会長としてご出席になりました。萩生田氏も今後の懇談会での議論をさらに盛り上げていくというお考えであれば、私たちも納得がいきます。しかしながらその上で受け皿をとおっしゃった背景にある意図について多くの方々が興味を持ちながらもまだ十分に理解できていない状況です。議論を進められていないとの印象を持つ方もおり、その結果麻生氏や茂木氏の立場に微妙な影響を及ぼすかもしれません。一部では萩生田氏が麻生氏への新たな挑戦としているのではとの声を耳にすることもございます。これが今後の懇談会の議論にどのような影響をもたらすのか慎重に見守る必要があると感じております。萩生田氏が所属の自民党最大の派閥安倍派におきましては、安倍元首相のご逝去後後継者が明確に定まっていない状況が続いておりました。それに対し8月末に常任幹事会を新たに設けることとなり、派内の有力な議員たちによる集団的なリーダーシップを採用することになりました。この過程において経験豊富な森元総理の意見が重視されるなど、安倍派内での変動や期待が高まっています。このような中、萩生田氏は派閥内での大きな役割を果たす立場にあり、その存在感をより一層示す重要な時期にあると言えるでしょう。高齢化が進行する中、女性の皇族が結婚を機に皇籍を離れる動きなど、現行の皇室典範の下では皇族の数が減少してしまうという課題が続いております。この状況は多くの方々にとっても深い関心を持たれる点であると感じます。政府の有識者会議がまとめた最終報告書においては、
皇族の数を確保するためのさまざまな提案が示されております。その中には旧宮家の男系男子を皇族として迎える提案や結婚後も女性皇族が皇室に在籍できる方針などが考えられています。とはいえ、もし議論が進行しないまま時間が過ぎれば、現在独身でいらっしゃる皇族方が結婚の際皇室を離れることも考えられます。特に愛子さま実際に通学できるようになってよかったですね。おめでとうございます。大学最後の1年間、この緑豊かなキャンパスで良い学びができましたなと思っております。愛子さまが人生の選択をされる際の選択肢が限られてしまうのです。つまり皇室に泊まるためには結婚という選択をしないという決断をしなければならなくなるかもしれません。国会の議論が停滞している現状は皇室の未来だけでなく愛子さまの生き方にも影響を及ぼしかねません。今後の皇室問題の議論は一刻も早く進展させる必要があると感じます。与党内の対立が影響を及ぼさないことを心から願っております。天皇は日本国民の心の中で非常に大切な存在であります。特定の利権を持つ政治家だけでなく皇位継承を直系長子のもと女性も天皇に即位できるように国民全体で意見を出し合い最終的には国民投票によって決定するのが適切ではないでしょうか。有識者の方々が進展を遅らせているとの声も耳にしますが国民が直接関与し責任を持って決定することが最も誠実な方法ではないかと感じます。時折政治的な動きが議論の進行を妨げることがあると聞きます。愛子さまの存在感やその高い人気、国民からの強い支持を背景に真の国民の意向を反映させることが必要であります。天皇陛下の位置が政治的に利用されることなく純粋に国民の心の象徴としての役割を果たせることを心より望んでおります。いかがだったでしょうか。愛子さまの未来、そして日本の未来への影響、皇位継承の論議はただの政治的な議題ではありません。国民一人一人の心に関わる問題であり真摯な議論と決定が求められています。私たちもその結果を見守るだけでなく理解と関心を深める必要があります。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回、またお会いしましょう。